だ。クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ、この船は俺たちのレストランだ。なんだ、何が起きた。ドン・クリーク、本船は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。まさかあれが。暇つぶし。デッパーッ！ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。デッパーッ！おっさん、あいつら追い払ったら俺、雑用やめていいか。いいぞ。手を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前の子供を片付けねえとな。デッパーだ。だがコックは侮る奴は端から下ろしてやるよ。デッパー。行くぜ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。よし、こっちは俺に任せろ。Yeah!
る。たかが船一隻、さっさと制圧しねえか。続け野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。舐めてかかって釣りが来る。あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。なんか言ったか小僧、遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。この店はクソジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。さあ小僧言ってみろ、てめえと俺とどっちが海賊王の器だ。お前無理。飯を食わせてやるのがコックだ。だが店をくれてやる筋合いはねえな。貴様は赤足のゼフ。お前があのコックにして船長を務めた無類の海賊、生きていたのか。蹴り技の達人と言われていたが、噂に聞いた海難事故で死には至らずとも、その大切な足を失ったと見える。お前はかつてグランドラインに入り無傷で帰った男。その期間丸一年を記録した航海日誌を俺によこせ。力は十分にあった。ただ一つ足りなかったのは情報。航海日誌はもらう、この船も。覚悟しておけ。野郎どもが
弾を使ってもな。今度は止めねえとまずいぞ。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。鷹の目、こんなに早く会える考えてなかった。小僧、何を目指す？最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。なんと凶暴な剣か。行儀は悪いな。三刀流本堂キックドース。このかける心、剣で締めとる。さあどうする。その程度の力、俺には通じん。なんだ、全く聞いてねえのか。あいつが艦隊をたった一人で潰した男か。普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら持ってるじゃねえか。あんな優しい剣は見たことがねえ。
そんな、まさか。じゃあ、あの刀一本で大反戦をぶった切ったとでも。鷹の目の男は俺が目指す世界一の大剣豪。奴に会い、奴を倒すために俺は海に出た。哀れなり、弱き者よ。小僧、名乗ってみよう。ロロノアキゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。ストリュー奥義三千世界。負けた。叶わねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。トロー。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれロロノア。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける斧が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ロロノア。ゾロ。ルフィ、聞こえるか。ああ。不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいになられた。お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいな、お前たちとは。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。そんな邪魔が入ったが大したことはねえ。野郎ども、気にせず船を乗っ取れ。潮時かな。お宝と船をもらって退散しよっと。いい奴らだったな。今度会ったらまた仲間に入れてくれるかな。また会えるかな。
早く自由になりたいよ、ベルメールさん。頭にねえ貴様は猿同然。猿を舐めると引っかけか。構わねえ。一息すれば全身の自由を奪う猛毒よ。
なものは必要ねえさ。戦闘にいるものは殺す手段、それだけだ。腕を見せてやる。くだらねえ真似を。貴様ら調子に乗りすぎたみてえだな。ドンクリーク、まさか。やべえ、俺たちごと攻撃する気だ。猛毒ガス弾 MH5。 うわー、巻き添え食って死ぬような間抜けは今後役に立つあてもねえ。あいつ俺がぶっ飛ばしてやる。バカ、落ち着け。真正面から飛び込めばあいつの思うつぼだろ。死ぬぞ。死なねえよ。ロコガスさんが来るぞ。巻き込まれる前に逃げろ。お前は俺がぶっ飛ばしてやる。バカが、逆上したやつほど殺しやすい敵はいねえ。ここがてめえの墓場だ。ここは俺の死に場所じゃねえ。行くぜ。ここがてめえの死に場所じゃなけりゃ、一体誰の死に場所だ。お前のだよ。MH5。 いてろ、クソども。この俺が最強であることを証明してやる。勝負の果てに笑うのは常に俺だと決まってる。行儀は悪いな。ゴゴゴゴキャノン。今度こそ終わりだ。ゴムゴムの。あいつらは帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。
ふざけんなクソジジイ、てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞチビナス。クソ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ、連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい三人、風邪ひくなよ。長い間、クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。クソったるが寂しいぞ、ちくそバカ野郎どもが。男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜ、クソ野郎ども。行くぞ、出航。ほほー。